ヨハン・アルブレヒトと最初の妻、エリーザベト・オランダ領東、インドスラカルタの藩王パクブーの10世を表敬訪問した、サイのヨハン・アルブレヒトと5歳エリーザベト、1910年3月ヨハン・アルブレヒト2メクレンブルクは、ドイツメクレンブルク・シュベリーン対抗家の一員で、ドイツ帝国の政治家。全名は、ヨハン・アルブレヒト・エルンスト・コンスタンティン・フリード・リヒ、ハインリヒ。 メクレンブルク・シュベリーン大公国折衝、ブラウン・シュバイク公国折衝を務めた。メクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ2世と、その最初の妻ウグステイロイス2・ツーケストリッツの間の第5子4男としてシュベリーンに生まれた。ヨハン・アルブレヒトはプロイセン軍に主観し、スポーツ外交家として知られた。彼はまた、ドイツ植民地帝国の拡大にも関心を寄せ、 反ドイツ連盟の共同設立者となり、1895年にはドイツ植民地団体の総裁に就任し、就寝で同職にあった。長兄の大公フリードリヒ・フランツ3世が1897年に死ぬと、次形パウル・フリードリヒの殺生意法棄を受け、ヨハン・アルブレヒトが、老いのフリードリヒ・フランツ4世の殺生に就任した。彼は、 フリードリヒ・フランツ4世が1901年4月9日に申請を宣言するまで摂政の座にあった。1907年5月28日、ヨハン・アルブレヒトは前年に死去したプロイセン王子、アルブレヒトの公認として帝国議会によりブラウン・シュバイク公国の摂政に選出された。ヨハン・アルブレヒトはこれを承諾し、6月5日にブラウン・シュバイクに入国した。 ブラウンシュバイクでは、公爵、ビルヘルムの死後、その最近親の冒険男子である、ハノーファー元、王大使エルンスト・アウグストが公爵位を継承する、ことが認められなかった。これは、ハノーファー王国が1866年に、広島戦争でオーストリア側で参戦、敗れて、プロイセンに並行され、以来ハノーファー王家とドイツ皇帝家が敵対関係にあったためである。 接衝就任後すぐに、ヨハン・アルブレヒトは、文館の服装姿で、広告内の美術館、図書館などの様々な施設を訪れたり、人々の生活状況について調べて回った。お忍びでの調査が広く知られてしまうと、ヨハン・アルブレヒトは、週ごとに、領民の嘆願を聞いた。また、公爵宮殿に使えるメシいや、家来の数を必要最小限まで減らし、 宮廷の資質を節約した。ヨハン・アルブレヒトのブラウン・シュバイクでの接政の職務は1913年11月1日に終わった。元王大使の息子、エルンスト・アウグストが皇帝ウィルヘルム・2世の娘、ビクトリアル・イーゼと結婚したことで両家の和解が成立し、エルンスト・アウグストのブラウン・シュバイク公くらいの相続が許されたのである。 ヨハン・アルブレヒトは1886年11月6日、ザクセンバイ・マルアイゼナ派対抗カール・アレクサンダーの娘エリーザベトと結婚した。また1909年12月15日、シュトルベル・クロスラ公爵家の公女エリーザベトと再婚した。二人の妻との間に子供を授からなかった。5歳のエリーザベトはヨハン・アルブレヒトの死後、その異母帝。 アドルフ・フリードリヒと再婚している。第一次世界大戦中、ヨハン・アルブレヒトは、ドイツ植民地団体と共に、見捨てられようとしていたドイツ植民地の確保のために、奔走した。1917年9月2日には、戦争推進派の祖国党の名誉総裁に、就任している。1920年、リューブシュトルフ郊外のビリガルト城で亡くなった。ありがとうございます。